let's do other ending. I'm so slow with recording that because I picked up again the job full time, so I don't know how long it will take me to edit this whole thing. We'll see. So we unlocked the Togeku ending. So let's see the second one, which will be Kageyama? I have no idea. Alright, so it was to do alone or something, I guess. So it's the ending that the version of that he will save to himself the information. Ah, the information that he read in the notebook. Now I remember that the screen goes like, you know, lists the victims. So I wonder what will happen if we don't do that. I mean, I guess some bad ending or whatever. Kageyama, whatever. Kageyama, どうしたんだ？あの、ただその、喧嘩は良くないよって。水を差すんじゃねえよ、弱虫野郎。結局ヒヨルなら最初からおとなしくしてよ。ジーザス。じゃあ、俺は行くからな。お前らみたいな恩知らずには愛想が尽きたぜ。Interesting.容疑者リストを出して。あの時みんなに見せることができていれば。影山くん。Jesus。あれはあなたが。Don't scare me like that。二階堂さん、これはその。みんなの名前。けど、
東国さんの名前には横線が引かれている。それにロウの名前がないのね。これは東国さんに教えてもらったことで。そういうことだったのね。世界はあらかじめ犯人候補を設定している。ミステリー小説の冒頭にある登場人物一覧のようなものじゃないかな。だからここに名前のないロウ君は犯人じゃない。ルール設定上それだけは無理なんだ。ロウ君以外の僕ら8人の中に犯人がいるということになるね。二階堂さん、もしかして知ってたの？僕らの中にその犯人がいるって。ええ、正直なところを言ってしまうと私はそれを知っていたわ。This ending is so far into what we learned, like, overall. It's like a backstep almost. 知ってた。それはその推理で気づいていたということ？ いいえ、そういうことではないの。推理なんて必要ない。だって犯人は私なのだから。Okay, well, so she presents it like that. 現実世界で人を殺めたのは私。あなたたちはそれに巻き込まれているだけよ。影山くん。一つお願いがあるの。私のことを殺してくれないかしら。But it doesn't work, and she knows that, so... 何を言っているの？二階堂さんを殺したなんて。It's weird. いえ、何も影山くんが直接私を殺すという話ではないの。詳しいことは言えないけれど、私はおそらくある特定の人物の手で殺されなくてはならない。そうでなければきっとこの世界は終わらない。だから影山くん、私に協力してくれないかしら。影山くんがうまく誘導してくれればその人物は私を殺すと思う。だからお願い、私は早くこの世界を終わらせてしまいたいのよ。二階堂さんが犯人なんてそんなはずないよ。いいえ、犯人は私よ。
違うよ。絶対に違う。二階堂さんは犯人じゃない。二階堂さんだけじゃない。僕らの中に犯人なんているわけないよ。Okay, if you say so.二階堂さんはもしかして誰かをかばっているの？私を疑いたくないということ。影山君は優しいのね。Shit, I'm snoozing.Wallflower? Then because I work in the morning, so I'm getting sleepy in the afternoons, unfortunately. Kyosuke, Kyosuke! Lately, ne, お姉ちゃんからお菓子の作り方習ってるんだ。今度その成果をお披露目するから楽しみにしておくように。本当？うん、楽しみにしてるよ。ユウの作ってくれるお菓子はすごく美味しいからね。こちらスピーチの草稿です。神谷君、次回の全校集会ではインフルエンザに関する注意喚起をしてみてはいかがでしょう。いつもありがとう、諸角。すごく助かるよ。いえいえ、別に構いません。神谷君のお役に立つことこそが初期である私の生きがいですから。すべての裏方仕事を私に任せてくださっても構いませんよ。そういうことなら任せなよ。僕のメカニカルなテクにかかれば馬力10倍、豪快なウィリー走行すら可能にしてみせる。
というわけなんだけど、影山はこの辺の文明についてどう思う？え？あ、うん、すごくいいんじゃないかな。おや、影山くんいたんですね。あまりに動かないので不出来な置物かと思ってしまいました。I'm sleeping. ごめん、何も言えなくて。Interesting. Damn it. どうしたの、影山くん。あ、いや、すごくいい絵だなって思って。そんなことないわ、ただの絵よ。ううん、いい絵だよ。あの、よかったらなんだけど、二階堂さんの絵たまに見せてもらってもいい？こんな絵でよかったらいつでも。I'm sleeping. Jesus Christ. I am tired. Apparently. I just didn't sleep enough at all.
Seems pretty accurate, at least for me. Shit, did I skip? No. どうかしたの、影山くん。私、何かおかしかった？あ、ごめん、邪魔して。そうじゃなくて、今日は二階堂さんの調子が良さそうだから、こっちまで嬉しく。ねえ、京介。今度の日曜日なんだけど、映画一緒に見に行かない？ほら、今 CM やってる子犬のぬいぐるみが動き出すやつ、私あれ見たいんだ。京介、ついてきてくれない？映画？うん、いいよ、行こう。本当？やったー！見終わったらパンケーキ食べに行こうね。お姉ちゃんにすっごくかわいいお店教えてもらったんだ。Damn, I can't. Oh. それにしても、子犬の映画か。ねえ、カレン。カレンも確か犬が好きだったよね。よかったら映画一緒に見に行かない？いいえ、私は行かないわ。そっか。ええ、ごめんなさい。いいの？二階堂さん、桜井くんと映画行きたかったんじゃ。いいえ、映画には興味がないの。本当に？ええ、本当よ。
それに私なんかがいたらせっかくの楽しい外出が台無しになってしまうわ。Waxing? What's that for though? Bitch, that's boring. 美術部？私が？うん。よくわからないけど、影山くんがそこまで言うのならきっと深い考えがあってのことなのでしょう。私美術部に入ってみる。 The fuck? Come on. あれ？カレン、まだ来てないの？カレンちゃん、最近美術部が忙しいんだって。しばらくの間は来るのが遅くなるって言ってたよ。 Who the fuck is knocking? Something happens. Finally. Okay. Could be because of the bullying, someone wanted to win the competition or something. ねえ、二階堂さん、山本さんの絵ってあれ二階堂さんが描いた絵だよね。私が描いたの。みんなには秘密にしてね。どうして二階堂さんが描いた絵で他の人が受賞するの？頼まれたから。頼まれたからって。でも二階堂さんは悔しくないの？
本当は自分が受賞者になれたのに、それを譲るなんて。私の絵で役に立てたのならよかったわ。まさか本当に受賞できるとは思わなかったけど。影山くん、あの絵を見てどう思った？え？あの絵、影山くんの目にはどんな風に映ったのか聞かせてほしいの。すごくいい絵だと思った。今まで見てきた二階堂さんの絵の中で一番、うん、二階堂さんの最高傑作だと思う。 It's like the worst snoozing I've ever had. Like I'm snoozing every minute basically or something. ありがとう。実は私もそう思っていたの。影山くん、どうしてそんなに悲しそうな顔をするの？誰も傷ついていないんだからいいじゃない。よくない、よくないよ。Machiavellian or Machiavellian. I think it's Machia. Or maybe it's not good at all. Kageyama-kun wa yasashii no ne. Okay, so that's the point that he will not be. 違うよ。僕が優しいんじゃない。二階堂さんが悲しいんだ。I'm really confused how the result of this ending would be like. Kageyama-kun? Ne, Kageyama-kun? Kyuni doushita no? I'm sleeping, that's what's wrong. Oh, gomen. Chotto.ぼーっとしてたみたい。バロレ、ちょっと考え事をしてて。うん、well, if you say so. ところで影山くん、
さっきの話のことだけど、桜井君に私を。ごめん、それはできないよ。Oh, okay. Well, that's interesting, I guess. You leave word to the room? What? Is this plan? Oh. Well, お前は少し静かに。ただの雑魚かと思えばこれだ。油断ならねえやつだな。ほんと。Well, I mean, that's, I guess that's one way to end this chapter. Oh well.Well, I guess that's another one down, Abu. To be quite honest, I was a little bit confused why this ending was like that. Because every ending resulted in a end of the Chronos world, like in Togoku.They waited for a fuck ton of time for the 60 years and then the curse lift off. Here we just left with Momono, like just living as a prisoner. Here, like, the Kageyama just dies and the story kinda continues, to be honest, because then Law will execute the original plan that he had, so.That's a little bit strange ending, because there's no result about it. It's just that he dies and that's it. But alright, let's see the others.